イボテン酸はアミノ酸の一種であり、テングタケ科のキノコに含まれる。竹本常松らによって、イボテングタケから1962年に発見される。テングタケやベニテングタケからも単理される。毒性を持つが、人間の味覚に対しては、旨味調味料の主成分であるグルタミン酸の10倍も強いうま味成分として採用する。イボテン酸は興奮性に働くが、 主に抑制系のガンマアミノラク酸の作動薬である、ムッシュモールとなって、中枢神経系に作用する。カイニン酸やトリコロミン酸を抽出したことでも知られる、日本の薬学者、竹本常松らによって1962年に発見された。イボテングタケから初めて抽出されたため、イボテン酸と命名された。英名のアイベテニックアシッドもそれに由来する。竹本らは、その後、 イボテン酸の構造を解明し、これがベニテングだけの毒成分でもあることも解明した。イボテン酸は不安定な性質で50度から60度で脱炭素し、ムッシモールとなる。冷蔵庫に保存しても半年程度でほとんどがムッシモールに変化する。ムッシモールの構造は C4H6N2O2。イボテン酸は未来に作用して強いうまみを示すと同時に、 グルタミン酸受容体にも作用して、毒性を示す。旨味成分としては、グルタミン酸よりも一層強いうまみを持つ。人が旨味を感じる最低濃度は、グルタミン酸ナトリウムの約0.02%に対し、イボテン酸は0.001%、0.003%で、ある。つまり、イボテン酸の旨味は、グルタミン酸ナトリウムの10倍ほどもあるということである。 イボテン酸を含むキノコは、うま味調味料を振りかけたような食味で非常にうまいという。一方では、トリコロミン酸とともに殺肺成分としても知られ、ハエにとっては強力な神経毒である。イボテン酸群のキノコを置いておくと、これを舐めたハエはすぐに体が麻痺して動けなくなってしまう。この効果は、古くから知られ、世界中でハエ取りに利用されていた。 神経変性作用を有し、脳の生理作用や、機能の解明のための動物実験に用いられることがある。イボテン酸は、興奮性アミノ酸のアスパラギン酸の作動薬であり、ムッシュモールは、抑制系のガンマアミノラク酸の作動薬である。人体では、食べた場合には、イボテン酸は、血液の関門を通過せず、ムッシュモールとなって働く。ムッシモールは、 ギャバ受容体に結合することで、神経伝達物質の放出頻度を落とすように作用する。つまり、脳の働きを不活発にするということである。よって、興奮と抑制が同時に起こる複雑な中毒症状が発現する。成人では、ムッシュモールの影響が強く現れ、眠気、不快感、めまい、時に睡眠し、小児では、イボテン酸の影響が強く、多動。 興奮、洗脳、痙攣が生じる。成人では死亡は、ほとんどない。子供では大量摂取により、痙攣、昏睡などの症状が12時間以上続く場合がある。人の中枢神経系を乱す式位置は、ムッシモールが 62mg、イボテン酸は 30-60mg ほどと考えられるため、主要な中毒成分はムッシモールだとも言える。また、天ングタケは、 ムスカリンも0.0003%程度含むので中毒症状を一層複雑なものにしている。その薬理作用から世界中で古くからシャーマニズムの儀式に用いられた。また、イボテン酸はアルコールに溶解しやすく、かつてのバイキングなどは上流酒に天狗竹をつけた薬用酒を戦いの式揮工用のために飲んでいたという。アメリカなどでは テングタケの傘の皮を剥がして乾燥させたものをタバコのように吸って薬物の代替品として用いることもある。ただし、テングタケは猛毒のアルファアマニチンも微量ながら含むため安易に摂取すべきではない。ベニテングタケイボテン三群のキノコには以下のようなものがあり、主にキノコの傘の部分に含まれる。乾燥させた粉末状のものがサイケマッシュや X マッシュ。 セブンスヘブンといった商品名で販売されている。ありがとうございます。